はいどうも、僕は望月健人と申します。みんなからね、モッチーって呼ばれてます。これからね、フリーランスになって稼ぎたいなって思ってる30歳です。だけど実際フリーランスに、ね、なるのって不安だったり全然わかんないことっていっぱいあるんですよね。今僕の周りにクリエイティブなお仕事をして年収1000万に到達したフリーランスの先輩ケンさんに最近会いに行くのが僕の日課なんです。ということで今日も行ってみたいと思います。ケンさんお疲れ様です。あ、もっちお疲れ様。っていうかめっちゃ黒めっちゃ日焼けしててさらにマッチョ感増してんじゃん。いやもう夏ですからね。もうトレーニングも頑張ってもうしっかり筋肉も体ももう元気いっぱいになっちゃいました、ね、で今日はどうしたの？ああ今日はですね、この前ケンさん家族関係が、まあ、ちょっと複雑というかそういうお話が出てきたんですけども、ケンさんはどんな家庭で生まれ育ったんですかね？俺の場合は、まあ、父親が経営者、うん、あ、経営者なんだ。経営者で、はい、もうちっちゃい時に離婚してて、で、上に兄弟が3人いて、まあ4人か、俺合わせて4人で、でも、ほぼほぼの、まあ、母子家庭で育ってきた。あ、母子家庭だったんですね。まあ、そうなんだ。だけど、その、まあ、うちのお父さんは、うん、まあ、まあ、離婚したからといっても、その関わらないっていうわけじゃなくて、一緒に釣りも連れてってくれたし、会社の手伝いとかでバイトもしてたし、うんうん、今本当にいろんなとこ遊びに連れて行ってくれたりとかやってたし、高校生の頃は、ね、うん、お父さん建築やってた頃は建設のバイトとかもやってたし、建築のバイトもやってたし、うん、じゃあまあ関係性はいろいろつながってるんですね。そうそうそう。で、ちっちゃい時から、うん、そのずっとなんていうのか、親父は何かをやってるのを見てたわけ。おお、なるほど。で、イベント業やってる時もあれば、うん、そういう建築業やってる時もあったし、で今は石鹸作ってるの。石鹸作ってるんですか？美容石鹸。あ、なるほど。手広いですね。そう。で、作ってて、あとは塾もやってたりもしてたし、うん、はい、海の家もやってたわけ。わー、いろいろやってますね。そうそう。だから、そういう、父親の背中を見てて、うん、あ、本当にいろんなことやってるんだなっていうのは、やっぱり物心ついてくると分かってくるじゃん。うん、社長なんだ、みたいな。うん、社長ですね。そう。で、社長なんだなと思って、で、あ、じゃあ自分も将来は社長になるんだな、とか、なりたいと思って、うん、なんか、それのが自然に起こってたわけ。なるほど。自分の中で。うん、だからなんか将来の夢何って言われたら、ちっちゃい時はその自転車屋さんになりたいって言って、うん、社長ですね。そう、はい、自転車好きだし、はい、自分でお店持ちたいなとか、自分でなんかそのね仕事できるようになったらなみたいな、うん、そういうマインドはちっちゃい時からは入ってたと。なるほど。今でも自転車好きですもんね。そう自転車好きかな好きじゃないですか。まあ家にチャリはあるけど、ね、チャリありましたね。そうで、まあそんな中で、うん、まあ、育ってきて、うん、まああとお家がそんなに裕福じゃなかったんだよね、やっぱり片親、沖縄のね片親だし、うん、まあ、お母さんも頑張って働いてくれてたりとか、うちのおばあちゃんも助けてくれて、なんかうちを預かってくれたりとかでやってたけど、うん、まあ電気もガスもね止められるのが普通だった。そんなに結構しんどかったんですね。そうで、まあ電話もなんかね止められて通じなかったりとか、あ、なんかその集金来ましたけどみたいな、お母さんちいないてみたいな。なるほど。うん、なったりとか、そういうのはあって、うん、まあそういうのは普通ではあったんだけど、だから他の家と比べてやっぱなんか違うなみたいな、うん、うん、うちはなんかお金っていうものがどうやらないらしいぞっていうのをちっちゃい時からやっぱり、うん、なんか体験してたっていうのかな、うん、だからそういう環境の中で、なるほどですね、うん、育ってきたかな。あ、やっぱりでもケンさんの今の活動を見てみるとすごい手広いというか、一つのことにまあ、うん、いわば職人肌で、俺はもう写真だけなんだとかそういうのではなくて、いろいろ手広くやってるのを見ると、うん、お父さんの影響を受けてるなと思ったんですけど、ご自身でもそういう感じはしますか？あ、実はね、そのお父さんのそのいろいろ仕事を変えるスタイルっていうのがあんまり好きじゃなかったわけ、うん、あれ好きじゃないんですか？幼い時っていうか、だからいろんなことやってなんか芯がない風っていう風に映ってたの、うん、映ってたけど、うん、でも今考えてみるとやっぱりすごい人だったんだなって。あ、生きてるよ生きてるね、確かに、ね、すごい人なんだなって思うのが、うん、その時代の流れを見て、今は何が必要なのかとか、今はこういうのがどうやらいいなとか、その自分のできることとか、その周りにいる人とか、うん、その時代の流れを照らし合わせて、うん、それに合わせてビジネスを組んでいってたから、あ、今考えると、あ、なんていうの、その臨機応変にできてる
本当ですね、なんだなっていうのはすごくあって、うん、だから俺の場合もまあそういうお父さんの背中を見てきたからっていうのもあると思うけど、うん、あといろんなことをやる中で、うん、あこっちの方向も今求められてそうだなっていう、うん、そう自分のやりたいことを第一優先にするっていうのももちろんいいけど、うんうん、でもビジネスってその誰かを喜ばせてその対価として、ねうん、お金だったりをもらうっていうのが大前提なので、うん、なるほど、うん、なんかその辺に合わせては、まあ、臨機応変にちょっと形を変えていくこともやっぱ多いかな、まあ、カメラマンとして求められるんだったらカメラマンとして入る、まあ、自分の技術がね求められるんだったらじゃあそれでやって、うん、技術面じゃなくてそういうそのアドバイスが欲しいとかになれば、うん、そういうちょっとアドバイザーとしてもまあ、プロデューサーとしても、うんまあ、自分のできることで本当に役に立てるんだったらっていう感じでお仕事にもらったりお仕事にしていったり、うんっていう風にまあ形は変えてはいくけど、うん、いきなりでもあれよ焼き鳥屋さんやるとかって言わないよ。なるほど、うん、まあ焼けるかもしれないし、うん、天ぷら屋さんも天ぷらもできるかもしれないけど、うん、急に天ぷら屋さんやりたいとかっていうのはあんまり言わないかな。なるほどですね、うん、例えばサラリーマンをやってる人がいて、はいはい、チャンスあるものに行くべきかそれとも自分が得意なもので一歩踏み出すべきか、うん、これどっちの方がいいと。これはじゃあ持論だけど持論大事です。ね、どっちも一応大事だと思うんだよね。どっちも大事だけど、うん、ただ続けられるのって、うん、自分の心が喜んでるものじゃないと結局人間続けられなくて。そうですね。例えばそのお金が欲しくてそれを一生懸命やるとこに対して自分のその情熱と時間と魂を削ってでもできるんだったら、うん、それは多分やった方がいいと思う。その苦しくなければ続けられるのであれば、うん、でもやってる中でそのお金じゃないなってなった時に、うん、そのひたすらお金を作るためだけに、うん、そのビジネスをやるっていうのがだんだん、ね、やっぱしんどくなってきそうで。なるほどですね。ニーズに飛び込むみたいな、うん、ニーズにね、はい、必要とされてるところに飛び込むっていうスタイルも全然ありだと思うし、はいうん、でやっていく中であちょっと違うかもって思ったらだんだんしんどくなってきたってなったら、はい、また考え始めると自分の中で。最初はでもお金が欲しいじゃん、うん、欲しいですね。お金欲しい、ね、お金が欲しいから入るけど、うん、やっていく中であこれ違うかもとか、うん、なんかだんだんしんどくなってきたぞってなったらそっちに従った方がいい、健全だと思う。なるほどですね。うん、俺はそういう風にして、うん、今やってるので、はいはい、やろうかな、新しいことやらないでおこうかなって人はまずとりあえずやってみてそっから決めればいいんじゃないかなっていう感じですね、うん、そうだね、知らない程度に知らない程度、うん、だからこのいきなり仕事辞めて何か新しいことに全振りでチャレンジはちょっとリスクであるから、ちょっとずつ小さく始めて、もしそれが楽しめるんだったら続けて大きくしていって、うんうん、であれやっぱこれちょっときついな楽しくないなってなったら、まあ、それを諦めるというか、まあうんうん、向いてなかったんでって辞めるというのも手で、まずは行動してみるってことが大事でよろしいですか。そうだね、正解っていうのは本当にないので。そうですね、うん、だ一番入りやすいのが、うん、まあまあそのニーズに、あもう一つね、もう一つの、うん、ニーズに飛び込むっていうところはもう一つで、うん、一つで、でももう一方の方が、うん、自分の得意分野を生かしてそっちの方面に走ってみるっていうのが一番入りやすいのかなとは思う、うん、なるほど、うん、ただお金になるかどうか確かにっていうのはまだ分かんないだけど、うん、その会社員で今まで働いててその給料もらうことがすごく当たり前じゃない、うん、会社に勤めてるってことはその労力と時間をその会社に上げてそれを対価としてお金を得てる、得てますねっていうものなんで、はい、だからその今まで自営業もやったこともなくて、うん、まあフリーランス個人事業で、ね、個人事業になりたいってなってたら、うん、その自分でお金を稼いでいくっていうところにまず慣れていくのが最初なのよ、うん、なるほど、うん、その不思議な感覚やっぱり、なんか自分がその直接人に対してやったサービスでありがとうって言ってお金をもらえたっていうその成功体験じゃない、うん、まずはそういうのをまず一歩ずつ積んでいって、うん、自分のできることで得意分野、うん、まあ、例えば本当にもうカメラだったらカメラでいいし、うん、プログラミングだったらプログラミングでいいし、うん、何かその人にものを教えるトレーナーとかでもいいし、うん、そういうのでやっていって成功体験積んでいって、あこういう風にしてやっていったら人喜んでもらえるとか、うん、こうやったら失敗したからじゃあどうやって喜んでもらえるんだろうっていう、あ、うん、だからそういうところの入り口をまず入っていけるところからが最初なんじゃないかな。いきなり行って5億とか1億稼ぎましたとかっていうのはおそらく、うん、まあ当たればいいとは思うけど、うんうん、
なかなかレアなケースになるって感じですね。そうだね。あとはもうビジネスの規模にもよるけど、そうだな。でもその一発当てて大儲けの感じだとリスクは大きいと思う、うん、多分投資も大きいと思うし、そうですね、投資額も、うん、で借、まあ、その分借金して投資して、うん、でそれで回収できるんだったらさ大きいと思うけど、うん、まずちょっとスモールビジネスから始めてその自分でじゃあお金を稼ぐっていうのをやっていきたいっていうのであれば、うんうん、そっちからがいいかな、うん、ちっちゃく始めていって自分のできることでそのお金をもらうっていう成功体験を積んでいってる。なるほどですね、うん、今スモールビジネスを、うん、まあ、始めていこう、安全というか、うん、安心できるっていうのはすごく今よく伝わったんですけど、今それを聞いててふと思ったのは、うん、まあ、スモールビジネスをじゃあ始めた方がいい、だけど俺のスモールビジネスってなんだろうな、やり方わかんねえな、ってかもう何にもそもそも思い浮かばねえなって方結構いると思うんですよ、うんうん、まあ、僕もその一人なんですけど、うん、まあ、そんな時に例えば今、自分でビジネスをやっている方と、うん、まあ、一緒にだから、まあ、サポーター的な役割にはなるとは思うんですけど、うん、まあ、そういう方とマッチングをして2人ともあのビジネスのでお金を得ていく、そのもちろんサポーター側はそんな大きなお金をもらわなくても個人事業主としてお金をもらう感覚というのを今その何かもともともう今やってる方とやったことない方にマッチングしたら、うん、なんか初心者はそういう新しい感覚を得られるんじゃないかなってふと思ったんですけど、うんうん、僕は今あったらいいなと思ったんですけど、あ、なんかそのあれってこと、その個人フリーランスで働く前のトレーニングみたいな、あ、そうですってこと、あのいわば寿司屋の修行みたいな感じで、うん、あ、そうだね、うん、あ、それってでも結局あれってこと、その誰かからお金をもらうってこと、それはまあ一応もともと今この場で言うと僕は検査のお手伝いをして、検査はその撮影の例えば、お仕事をしてる中で撮影のサポートも僕がして、はいはい、まあ、検査に入ってきたお金の一部を、うんうん、まあ、バイト代ではないですけどもらうみたいな感じですかね、はいはいはい、あ、なるほどなるほど、はい、だから一応、まあ、僕が個人でお客様にお金もらってるわけではないですけども、極めて近い感覚になるんじゃないかなって思って、うんうん、あ、興味があればいいと思う、なるほど、うん、その分野に興味があって、うん、その現場見たいとか、うん、そういう、自分もこの現場で、あ、この分野で、うん、お金をもらっていけるようになりたいな、でも先輩方は何してんだろうみたいな、うん、そういうのを学ぶためにとかだったら、入ってもいいと思うけど、なるほど、例えばじゃあ俺がチラシ配りしたい、うん、で俺はそのクライアントさんのお客さんのために、うん、そのチラシを配って、うん、より集客をしたい、うん、でも一人じゃ足りない、うん、その時モッチーお願いこれ一緒に配ってってなると、これはなんかちょっとただのねアルバイトだと思う、本当ですね、これを学べないですでだけどそのモッチーがそのチラシを見て、はい、うん、あ、そのお客さんに届けるためにはどういう風にしてやってんだろう、あ、こういう風にしてやってるのか、うん、これも一つプロモーションだなってなって、確かに、でそれでケンさんこれってどういう目的を持ってこういうの今やってるんですか、うん、って言って、もしモッチーがそうやってお客さん の, そのコンサルタントになりたいとか、うん、広告系の仕事をしていきたいから、うん、この人が何やってるんだろうなって言って、まあ、ちょっとその、うん、まあ、雑用っていうか雑用のアルバイトみたいな感じで入って、はい、学びを取っていくみたいな、なるほど、パクれるとかパクるっていう、なるほど、そういうところで入りたいんだったらいいかなと思う、なるほどですね、多分姿勢じゃないかな、うん、なるほどなるほど、うん、だからパクれるためにパクるために入りたい、その仕事を受けるのか、うん、それともただお金が欲しくてじゃあ時間を提供するのかってやっぱ違うじゃない、うん、違いますね、どうせだったらお金もらって時間提供してパクりたいじゃん確かに確かにうまみより多くと、うん、でも時間のためだけにやるんだったらこんなね、うん、真夏の暑い中チラシ何千件も配って、うん、なんか暑い早く終わんないかなと思った時点で、うん、もうまだ会社員だね、それ、なるほど、その時って意識、でも今のじゃあ話からすると今サラリーマンで働いている方も意識の持ちようによってはもう個人事業としてのすごいヒントがあれ返ってるってことですね、そう、うん、そうそう、だってあれだもん、俺も勤めてた時は、はい、チラシ作ってたりとか、うん、そのパチンコ屋さんのバナーだったり横断幕作ってたけど、うん、でもずっといるって言われるとそうでもなくて、うん、いつかは自分で仕事できるようになりたいなって、まあ、いわば社長になりたいなと思ってたから、うん、あそこでじゃあここでちょっと学ぼうとか、はい、まずは技術磨こうって言って入らせてもらってた部分もあるんで、うん、なるほどですね、うん、そうそう、だから先を 見通して自分が何やりたいかっていうのを見通せてたら、うん、今の過ごしてる時間とかもパクれるものはパクろうっていうマインドになっていけるんじゃないかな、うん、そうですね、
もし海外でお寿司屋さんやりたいって言ったら、まず多分僕日本のお寿司屋さんで修行っていうか、まあ働きながら技盗むと思いますね、うん、そういう考えたら確かに、うん、でもあでもモッチーの場合、うん、寿司屋さんやりたいんだったら、うん、まず寿司握れる人探してきて、うん、で自分は飲食ってどうやって回すんだろうなっていうのをちょっと勉強して、はい、それで一緒にやんないって言ってなるほど相棒を連れてきた方が早いかも。ああなるほど自分で技術学ぶんだったら職人じゃない、うん、確かに。だけどモッチーがやりたいのってその寿司屋さんを経営してお金をもらいたいってことよね。今若干職人に意識いってましたねそう、あ職人になりたいのか、はい、あそうそう、これみんなあれなんだけど、職人になりたいのか、うん、それとも経営者になりたいのかで、うん、あのまた別道はまた別だと思ってて。確かに職人だったらこれをやってるだけで、ひたすらやってるだけであの満足、うん、写真だったら この1枚にもうすごくその傾けられる、情熱を傾けられる、うん、時間コストとか関係ないみたいな、うん、かもしくはじゃあその方、あともう一方経営者としてはその写真は綺麗なものはちゃんと撮ってお客さんに喜んでもらいつつ、一日何人さばけるか、うん、でかつどうやってコストを抑えるか、はい、でカメラマン1人じゃなくて2人3人いた方がもっと稼げるね、うん、でどうやって伸ばすかっていうことを考えるじゃない、はい、うん、なんかその職人になるか経営者になるかってので、うん、また道は分かれてくるので。本当ですね、ジャンルが変わってきますね、うん、あらモッチの場合は職人っていうよりは、うん、経営者タイプだと思うから。あ本当ですか、うん、そっち目指して走っていった方が、うん、なんかいい気がする。なるほど。ちなみにうん、僕のどの部分を見て今経営者向きだなって思ってますか？あのチャレンジ精神旺盛なところと、はい、好奇心がめちゃくちゃにあるところと、はい、あとリーンなところかな。リーン日本語で太いという意味ですね。ありがとうございます。まあそれは冗談だとしておいて、はい、職人になりたい人はもうなってると思うんだよね、うん、とっくに。あ好きだからそれが。確かに。もう誰だってあの誰にも何も言われなくても、うん、まあカメラマンで言えば、うん、本当にその道で食っていきたいとかその技術を磨きたい、もっと感性磨きたいっていうんだったら、うん、誰に何も言われなくてもカメラ持って今もう走り回ってるから。そうですね、うん、確かに。映像を撮ったり写真撮ったり、うん、っていうのは誰に言われたわけでもないけどやってるし、うん、そうやって日々も好きな人って磨いていってるんで、うん、まあ、もちろんその師匠について技を盗ませてもらうとか学ばせていただくっていうのも必要だと思うけど、うん、でも好きなことって自分勝手にやってるからね。そうですね、うん、で気がついたらあららっていう感じになって、だから自分もそのパターンだったから、うん、好きでやりまくってたらなんかそうやって声かけてもらって、うん、そんなにかなんか仕事として成り立っちゃってたっていうところからが入りで、うん、そこからまた学びを重ねていってっていう感じなので、うん、なるほどですね、うん、じゃあまずは職人からそういう個人事業の道に入って、今は経営の方もやってるんですよね。まあまあまあもちろん、まあね、そう職人だけに傾いちゃうと、うん、ちょっとやばい。まあでもということは、今僕は体今鍛えるのが好きすぎて、誰に何も言われるわけでも、コンテストで誰から褒めてもらうわけでもなく、体を鍛えるのが好きってことは、いわば職人と言っても過言ではないってことですね。そうね、うん、そうそうそう、それだと思う。だって好きでしょ。体大好きです。もう大好きです。うん、じゃあその好きを生かして、うん、どうやって仕事にしていくかっていうのを、じゃあ次回。うん。あ。ちょっと自分なりに僕なりに、はい、お話しさせてもらおうかな、またモッチーに。あ、いいんですか。はい、うわ今日聞きたいんですけどダメですかね。じゃあまた次回ということで。あ、わかりました。そろそろ、ね、すっぱりいきますね、すっぱりと。持ち帰って、はい、ご飯食べましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。はい、じゃあまたよろしくお願いします。はい、お疲れ様。はい、失礼します。